こんにちは、この花の寒月です。今日は可愛い帯結びアイリスリボンをご紹介したいと思います。帯の形はこちらになります。それでは早速巻いてまいります。いつもと同じですね。手先を肩に預けます。矢印の形にして、帯をピンチで、伊達締めか伊達紐で留めておきます。手先の長さはだいたい90センチぐらいですね。目安90センチぐらい肩にかけておいてください。はい、締めましたら、ここでちょっとグッとグッと引きますね。ピンチを外して垂れ先の方も半分ですね、折り返します。はい、手先を抜いて手先の方で結びますね。で、今回もパタパタ結びのような形になりますので、40仮紐か30仮紐、ここがゴムになっているものをご用意ください。今回40使っていきます。ゴムが4本になってます。はい、帯の上で結んでおいて、結び目は帯の上のままですね。ゴムを帯の上に乗せてください。一番手前のゴムは残しておきます。垂れ先の方を広げて、ゴムの中にかけていきます。これしてるうちに割と長く出てしまうので、気持ち短く見えても大丈夫です。リボンのこれ幅を、少し気持ち狭めに取っていっても大丈夫です。はい、そうしましたら、かけましたら、これを好みの形にちょっとリボンを広げますね。帯を広げて、はい、これこういう雰囲気ですね。そしたら手先の方を、アイリスと一緒ですね。ちょっと今回これ長めに取っています。ゴムにかけて、一番上にリボンが乗るような形に仕上げますので、これをもう一度ゴムにかけますね。そしてこの長く取った手先をこの真ん中の輪っかに通します。そしてバランスを見て今日の形にしますね。形になります。ちょっとこれをピッてあげても可愛いですし、お若い方はリバーシブルとかお持ちでしたら、こちらを広げてあげてもいいですね。あとちょっと年齢が上の方は渋めの帯でここリボンをされるとすごくエレガントな感じでいいかなと思います。この形がすっきりしていいかなと思います。で、幅も横幅出ますので、垂れ先も下まで取れますので、腰回りが気になる方でもすっきりと見える帯結びになります。はい、そうしましたらこれ回しますね。回していただいて、ゴムを仮紐をしっかり上げていただいて、結び直して帯の中に入れてください。最後は帯板を入れて完成です。完成になります。完成はこちらです。以前紹介したアイリス結びのアレンジになります。よろしかったら参考になさってみてください。本日もご視聴ありがとうございます。励みになりますので、チャンネル登録、温かいグッドマーク、どうぞよろしくお願いします。
それではまたこのチャンネルでお会いしましょう。本日もありがとうございました。